ちゃん、下れてる、下れてる。ちーちゃん、下れてるよ、下れてる。ちょっぴー、お前。ちょっぴー、肉肉肉ちょっと待ってよ、ちょっと待っててよ。分かったのか、なんとなく分かったのか、チョビ、ワン、なんとなく分かった、ワン、あいつの匂いがするの、あいつの匂いがするんでしょう、チョビ。チョビはいつもティーナもチョビ別に何かで焼いてたわけじゃないのにもかかわらず何かを察知したみたいですが、何を察知したかというとですね、ででででででみたいなあのお正月はですね、僕はまあ、おせち料理ってそんなものはなかったんですけど、近所の魚屋さんに頼んでね、刺し盛りをちょっと作ってもらったんで、まあそれを食べてたわけですが、まあチョピナたちにもね、まあお正月ぐらい何かいいものということで、僕が作れる料理っていうとね、唯一ローストビーフなんですが、大晦日前日にですね、スーパーへいつものね、ブロック、ローストビーフ用のブロックを買いに行ったら、一本も売ってなくてですね、初めて、国産和牛で作ってみました。だからちょっといつもよりね、すごいちっちゃいんですけど、これで2500円か3000円ぐらいしたよ、これ。ということで、初のですね、和牛、国産和牛を使ったローストビーフね、今からね、チョピナたちに、あげようかなと思ってまーす。よし。ちょっと待っててな。ティーちゃん、下れてる、下れてる。ティーちゃん、下れてるよ、下れてる。ちょぴー、お前。ちょぴー、肉肉肉ちょっと待ってよ。ちょっと待っててよ。行ってみよう。いつものブロック肉と違って、まあ、サシなんかは結構しっかり入ってるような、見た目の肉だったので。いつもよりですね、もう本当に外側を軽く薄く焼いただけでっていう風にしてみたんですけど、あーこれはやばくないこれ。俺も食べたいこれ。
俺も食べたいんだけどこれ。はい、喧嘩しちゃダメだよ。ちょっと待っててよ。ちょっとこれは俺が食べさせてもらうから。うわー、すごいねこれ。違う。いつも食ってるオーストラリア産のね、ローストビーフのブロックと違うこれ。明らかに違うんですけど。すげー、すげー。あー、これ絶対うまいんじゃないこれ。ありゃー、これは。ちょっと待ってよ、ちょっと待ってな。じゃあまあちっちゃくちっちゃくいきますか。ちっちゃくちっちゃくね。えこれはちょっと贅沢だよ、チョピティニャー、チョピティニャー、これは贅沢いぞ。おい、チョピはこれぐらいでもちょっと噛み切れないかもしれないね、チョピはね。チョピはちっちゃくしよう、チョピはな。ちょっとね、カメラ真ん中に置いてて三脚があるんですごい切りづらくてちょっと申し訳ないですね。ちょっと不細工な感じになっちゃうけど、うわこれはやばいんじゃない。これ全然食べていいんだけど、明日の朝ごはん食べてくれよ、あんたたち頼むぞ。おいなあ、頼む、チョピお前、チョピお前。すごいね、その期待度がねえ、チョピ。ちょっと待って、まあ、せっかくだでな、たくさん食べような、たくさん食べてくださいな。ん？こんだけあれいいんじゃないの？うわー、でもこれ、もうね、色でわかるわ。スマホの画面を通して見ても、いつものね、OG ビーフじゃねえ、OG 系のね、ブロック肉と全然違うっていうのは、なんとなくわかります。で、まあ、そういう意味では最優ですね。こちらのあらかじめ加工してあるやつ、加工してある野菜を、まあ、チンするだけでね、食べさせられるやつが、これ俺がダイエット中によく食べるんだけど、まあその添える野菜をですね、もうこれはあらかじめ加工してあるやつ、加工してある野菜を、まあ、チンするだけでね、食べさせるやつが、これ俺がダイエット中によく食べるんだけど。うん。なるべく粉々にして、粉々にして、これはお正月だけだよ、ティーちゃんとチョッピー、お正月のみのスペシャルおせちだよ。こんなもんかな、こんなもん、こんだけあれいいでしょ。どうでしょうか、やばくないこれ、超贅沢。ちょっと大きいか、まだ大きいか、まだ大きいか。ちょっと待てよ、ティー、すぐやったるで、すぐやったるでな、ちょっと待てよ。うん、
すぐやったるで。焦んな焦んな。なあ。今からすっげえ美味しいの行くから、あなたのところに。ちょっと待てよ。まずよ。オッケー、いいよ。いいよ。チョピティニャー。どうよ。生まれて初めて食べる和牛のローストビーフ。どう。どうチョピどう。チョピどう。やばい。やばいチョピ。チョピ。チョピが。ティちゃん。ティちゃんどう。どう。おいしい。おいしいっすか。おいしい。おいしいかな。チョピおいしいでしょ。美味しくないわけがないんだわ、これ。ねえ。美味しくないわけないんだって。ねえ。チョピー。お黙りなさい。チョピー。美味しくないわけがないの、これは。チョピー、美味しい？美味しい？ゆっくり食べなよ、ゆっくり。ちょ、うまいな、おい。うまい？うまいのか。ちょっと俺もめっちゃ腹減ってきたぞ、おい。なあ。うまい？チョピー、美味しい？チョピゆっくり食べなよ。ゆっくり食べな。ティちゃんもな。ティちゃんもゆっくり食べなよ。ティちゃん。ん？少しあるよ。食べた？美味しかった？チョピティニャー。チョピティニャー。ちょ、俺も食べてみる。ちょっと俺も。ちょ、俺も食べる。自分たちばっかずるいぞ。ということでね、まあ、せっかくなんでね。ちょっと、チョピパパもね、味見を。あんなに、あ、いっぱい余ってるな。明日の朝もやりゃいいか。うん。明日の朝もあげよう。ということでね、チョピアたちがね、あんな美味しそうに食べるのを見てて、チョピパパもね、めちゃくちゃ腹が減ってきたんで、久しぶりね、このエバラのねグレイビーソース赤ワイン入りこいつでね食してやろうと思います。でもこれがむちゃくちゃうまかったらあれだね、普通の OG 系のブロック肉買えないね。まああれあれで美味しいんだけども、ちょっとどれぐらい違うんだろうか。ちょっといただきます。ちょっと待って、ちょ半分切るわ。俺はここのフーダー実食。やべえこれ。あ、やばい、やべえわ。なるほどって感じだけど。以上、お正月の、おせち代わりにですね、黒毛和牛のローストビーフを食べたら、チョピナたちがどんな反応するのかでした。美味しかったね、よかったね、よかったね。もうないよ、もうないよ。また明日な、明日な。それでは皆さん、またねー。バーイバーイティーティーチョピー、チョピー、バイバイ。今日も最後までご視聴いただきありがとうございます。よろしければチョピチャンネルの読者登録、高評価ボタンの方よろしくお願いいたします。またインスタ、ツイッターの方もですね、毎日更新しておりますので、番組説明欄からのフォローよろしくお願いします。それでは皆さん、バイバイキーン。